オドルンが米を授かったところからですね、名前、献身という、ビディという名前を思い出したところ。で、ヤガミが話しかけてきたと。ヤガミの国のヤガミが。あなたたちの魂は完全だから影響は少なかったでしょうけれど、不完全な彼の魂は強烈な波動により崩れかけていたの。でも彼は自身の意志で魂を守り抜き、なんとか危機を乗り越えた。大したものだわ。オロルンがおかしな行動に出たのも波動の影響のせい。それだけではないわ。影響を受けたもう一つの魂があった。その魂は彼の魂に欠陥を見つけて身を隠そうとしたけど、結局追い出されてしまった。隊長の部下のやつ？でもナタやヤガミの国の魂じゃなかったわ。どこから来たのか私にもわからないの。ええ。この非現装置は地脈を再構築するためのものだが、起動した結果お前が目覚めたのはなぜだ？非現装置は地脈を再構築するためのものだが、起動した結果、ヤガミが目覚めたのなです。ぜなら私こそがかつてナタの地脈、そしてヤガミの国の建造者だからよ。重要なこと言っとるよな。遥か昔、竜と降臨者の戦いで世界の境界線が破壊され、アビスが侵入を始めた。中でもナタの地脈の破損は最もひどかった。ここに住むナタ人を助けるため、ヤガミは古い地脈のかけらを統合し、その脈を再構築した。そうしてヤガミの国は誕生したのだ。ナタ人を助けるためにヤガミが古い地脈のかけらを統合して、その脈を再構築して、それがヤガミの国。古い地脈のかけらを統合して再構築したものがヤガミの国ってこと。その後、初代のエンジン、シュバラン家がその体制を強化し、アビスに対抗するためのルールを制定した。つまり、今に受け継がれている梵音の歌と帰化聖夜の巡礼だ。そうだったのか。そういえば、確か天空から力を借り受けたって前に言ってたよな。この装置は古代の巨竜が地脈の強化を図るべく、地脈の中枢へ力を注ぎ込むときに使った装置なの。こいつと直接話せるなら、あれね、解決できないのかな。当時、その方法は決して有効とは言えなかったわ。地脈の精巧な構造に比べて、あまりに乱暴なやり方だったから。それに、地脈の構造は随分前に変わり果ててしまった。その力に耐えられるのはもう私しかいないの。それにやり方は荒っぽいし、激しい苦痛に耐えなければいけないけど、少なくとも多少は力を吸収できる。だからこうやって目を覚まして、あなたたちと会話できているの。また少しは力になれると思うわ。例えば自分の存在を完全に消す代わりに、あなたたちのために地脈をもう一度再構築するとかね。なんでそこまでしてくれるんだ？それやったら、ヤガミの国にいる魂がどうなるのって話よ。私はナタの民にあがめられ、ヤガミという名を与えられたけど、その昔、私たちは消え去る前、別の名前で呼ばれていたの。天の使いと。あなたたち冒険者にとってより馴染みがあるのは、私たちが退化した後の姿、洗礼でしょうね。洗礼か。
洗礼って天の使いだったんだ。天の使いっていう単語が出てきてたのかな、今までも。道理で洗礼があちこちにいるわけだな。八神の国でも突然現れた洗礼がオイラたちを助けてくれたんだ。ナタに残っていた天の使いはもともと数少なく、洗礼もほんのわずかしか残っていなかった。それでもみんな私の周りに集まって、人類のために地脈の再構築に力を捧げていたわ。今の人類は日々強く生き、私を信仰してくれている。私はとても満足よ、マービカ。シュバラン家の意志の継承者、そしてナタを導く者よ。数々の誤解はあれど、私はついに目覚め、ファデュイ執行官と名縁の主の英雄からも力を与えられた。ファデュイ執行官を認識してるんだな。ファデュイという組織を認識してるってことよね。名縁の主の英雄はあれか、さっきのなんだっけ、三あいつよな。あなたの命さえあれば、私は数千年前と同じように自らの使命を果たすために尽力しましょう。三恥か、名縁の主の英雄。あなたの民のため、あなたは首を縦に振るだけでいい。さあ、アビスの災いを乗り越えるため、私に命を下しなさい。八神の国の魂どうなるのか問題がある。そうはさせない。大規模な再構築の後、君は完全に消え去ってしまう。そうなれば、八神の国を元に築かれたナタのルールも消えてしまうだろう。そしたら反魂の歌とかのあれもなくなると。古い地脈に記録された記憶や伝説も抹消され、ナタ人は様々な精神的な問題、記憶喪失や混乱、認知障害に陥るだろう。神の心を使って魂と記憶で網を編む方法と同じく、この甚大な代償を受け入れるわけにはいかない。代償などよりも命の継続こそが重要だ。もしアビスが暴走してしまったら、残るのは死体と廃墟だけなのだぞ。体調はあれなんだよね、論理的なんだよね。で、まあビカは感情的なんだよね、多分ね。その後はどうなる？新しく構築された地脈が再びアビスに侵入された時、ナタ人はどうすればいい？何を武器に戦えというのだ？確かにね、その時にはもう反魂の歌とか木か順木かなんとかのなくなってるってことだもんな。八神とルールの庇護を失ったこの地がいつまで存続できる？一日でも二日でも生き延びるだけ意味はある。状況を打破しない限り未来を語る資格すらない。大規模な犠牲を払ってからでないとそのことがわからないのか。犠牲だなんて、まだそこまでひどくないんじゃないのか。俺はカーンルイヤの生存者だからだ。アビスがもたらした恐怖と絶望をこの目で見た。やっぱそうよな、やっぱさっきのあの部下の目もやっぱカーンルイヤ人のあれだったってことよね。ちょっとここでアーカイブ区切っとくわ。